どうもこんにちは。先日なんですけれども、友人とプテージに泊まりに行ってきました。でその時にですね、料理を作ったんですけれども、これを初めてですね使ってみました。以前作ったナイフですね。何に使ったんだろう。ニンニクとレタスを切ったのと、あとベーコンを切ったぐらいしか使ってないんですけれども、ちょっとですね酔っ払ってそのまま寝てしまったので、手入れをですね全くしてませんでした。洗いもしてなかったんじゃないかな。良くないんですけどね。それからちょっと放置してたらですね、こんな感じにちょっと表面にですねサビが浮いてきてるの分かりますかね。この辺にですね、このですねサビの手入れをしようと思うんですけれども、いろんなサビの落とし方ってあると思うんですが、ホームページで紹介されていたのは、単純にこの紙やすりで削ってくれっていう、まあ磨いてくれってことなのかなっていうことでした。まあ工程としてはですね、まず240番で磨いて、それから400、800、1200とどんどん細かいものにして磨いていくっていう感じだったんで、今日はですねとりあえずこのサビを落とすところだけはやってしまいたいので、この240番ですね、240番でちょっとサビを落としていこうと思います。結構錆びちゃってますよね。サンドペーパーでいいのかなって感じはするんですが、一応サイトの方にはそういう風に書いてあったんで、まあとりあえずこれでやってみましょう。ただやっぱりね、刃物なんである程度油を塗っておいたりとか、そういったメンテナンス、後始末っていうのは、まあ酔っ払っててもやっぱその日のうちにしといた方がいいですよね。こうやって後で困りますからね。まあでもこうやってですね、錆びたりして、まあ、ちょっとできれば錆びない方がいいんですけども、錆びたりして毎回磨いて、手入れをして収納してっていうことを繰り返すと、やっぱり愛着って湧くでしょうね。この磨く作業っていうのも今回240番しかやらないんですが、400、800、1200とやりたいところではあるんですけどね。今ですね、現時点でちょっとそこまで細かいサンドペーパー持ってないので、ただ今はできないんですが、先々でですねこうやって手入れをすることっていうのが絶対出てくると思うので、そうですね、今週中には用意してしっかり磨いてあげたいですね。結構やっぱり出ますね、サビが。あとはですね、なんか今レザークラフトやってますけれども、革に研磨剤をすり込んで、それをこう木の板かなんかに打ってですね、それをこう砥石として使うっていうやり方もあるらしいので、それもですね近々作りたいなと思ってます。まあ、それにしてもちょっとピカールとかその辺の研磨剤は買う必要がありますよね。一応これ最後のお手入れとしては、椿油を塗るといいみたいなことが書いてあったんですけれども、オリーブオイルとかでもですね代用できるみたいです。やっぱ油を塗って保管してっていうのが一番でしょうね。この真っさらだった状態からやっぱりサンドペーパーかけることによって刃の部分が汚れてはきますけれども、なんかこれがまた味が出てきていいでしょうね。まあ錆びさせないのが一番なんですけどね。こんな感じになってます。やっぱりね、この磨いたあたりがこう傷になってくるので、これをあとはあれでしょうね、細かい目でもっと細かく磨いてあげるっていうことですよね。あとですね、ちょっとね気になってるのはこっちです。こっち側の木の部分、木の部分がちょっとカサカサしてるので、ここはですねまた例の蜜蝋をですね一応塗っといて、手入れしときましょう。基本ですね、ナイフって外にあんまり持ってきたくなくて、まあ作っといて言うのもなんなんですけど、なんかね昔東京の方住んでた頃に必ず職務質問を受けてたんで、受けた時とかにナイフ持ってたらやばいのかなっていうふうに思ったりもしますね。
本当にねキャンプ行く時だったらいいんですけども、ずっと積んでて今日キャンプ行く予定もないのにナイフ積んでるってのはどうなのかなって感じもするので、なので基本的にナイフっていうのはずっと家に置いてる状態ですね。家に置いてて、まあまあ必要な時だけ持っていくっていう。なのでいざ急に思い立って行ったりするとナイフなくて困ったりもするんですけど、一応ねルールとしてまあまあ必要ない時にはあんまり持っとくべきじゃないと思うので、うん、いいですね。しっとりしてきました。どうなんでしょうね、普通の折りたたみナイフとかでもこういう風にサンドペーパーで削ったりするのかな。今回友達とキャンプじゃないですけどこうコテージに宿泊してみて、キャンプって夏っていうイメージなんですけども、多分ね冬の方が面白いですよね。まあ寒いんですけど、寒いけどやっぱりね焚き火が一番面白いのって冬だと思うので、まあ暖かいですしね。なのでまあそうですね、今月はちょっと行けるかどうかわからないので、来月12月まあ冬ですよね、この12月にちょっとキャンプを楽しんでみたいなと思ってます。まあ、まだね都合がつかなくてテントは買ってないんですけれども、まあ車中泊でもいいんじゃないですかね。こうなんか料理を作ってその後焚き火をしてっていうだけでも結構面白いと思うので、うん、ちょっと来月行ってみましょうまた。ということで今回は、ナイフのちょっとした手入れでした。